ちょっとトイレとかも行きたいんで、もう一回してみる。証拠ありますよ、木本さん。で俺は負けないんだよ、ね。絶対負けないから。で俺はそれで和解しないから、絶対に。和解はしないんですよ。皆さん、すごく応援してくださいよ。あの自分が反訴できるぐらいとか、もし本当にその訴訟費用とか、お手伝いしていただける方がいたら、あの700万ぐらいかな、あの必ずお返しますんで、絶対負けないから、裁判をね。だからもしいたら、あのご協力いただければと思うんですけど、よろしくお願いします。あのすいません。よろしくお願いします。ということで、またじゃあ皆さん、お会いしましょう。羽田空港から。